よし、来た、はい、洗いも経典第38回始まりますよ。よし、はい、よし、よし、始まりました。よし、はい、よし、よし、リンボン始め、いくぞ。はい、この番組じゃあ私新井さとみが模型店の店長としてご来店の皆様と一緒に模型の世界を探求していきます。それでは早速当店のスタッフを紹介します。はい、素敵な T シャツ中村さん。はい、もらいもんの T シャツできます。いいと思います。バイト頭中村でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ローリングさん。イエイエイエイ。そしてはい、はい、クリオスの佐藤です。よろしくお願いします。はい、良くなりました。なったなった、もう大丈夫。そんなに顔色悪かったですか、さっき。ちょっと変な色してる。変な色。土系色。変な色してる。大丈夫、サドラ OK。そしてはい、今日から新コーナーを担当されるこの方。これでズル休みできなくなりました。ズル休みだったの今まで。ずるかったの、はい、来たくなかったの。モデリームの中の人をやってます、長徳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてはい、あ、どうもこんばんは。技術っぽい構図です。よろしくお願いします。はい、ぽいぽいぽいって本物ですから。はい、この5人、はい、そしてなんだこれは。存在感が、配信などをやってくださっている RRJ の番頭さんですよ。なんか置いてある。置いてある、ね、なんか置いてある。番頭さんといえば、言えば3年がかりで、うん、出来上がらないプラモで有名な3年がかりっていうとすごいな。北斗正解しますよ、ね、本当売り場で見かけるたびに ね顔が思い浮かぶんですよ。どうなったかっていうと、カメラ来た、カメラなんかライブ感のある、あのでかくさせていただきます。ようやく私、あの青島さん あの北斗星 BD50kg 完成させまして、できましたよ。次は何だろうな。すごくいい色。自分で作ったの自分で撮るっていう。次は誰が何を。おすすめポイント自分で撮ってください。どんと、どんと。こうやって見ると本当にゾックみたいな。これ電車、うん、電車。綺麗。すごいな。電気つくんだ。あ、これ一応電車。ついてます。3箇所。前、後ろに、ここのね、運転席のところ。別売で売ってるんですよ、これ用の。あ、そうなんだ。そうなんです。すごい。ちょっと、アングル変えたいけど、なんかね、人の作品変えたら怖いですよ。食ってやって、食ってやってガカガカってなって、いやどうぞ、いやちょっとこっち、ね、ここですよね、ちょっと斜めに、ね、してるの大丈夫、はい、あ、これね、あのね、ちょうどね、接触が悪いのでちょっと斜めにしてついてる感じです。あ、なるほどね。ただあの、表の方ですね、あの割とこう、ヘッドライトの、ごめんなさいね、エッチングパーツがすごくすごくなんか細かくて綺麗、エッチングパーツまたいでの塗装とかさらっとやってますからね。うん、すごい。ちょうどあのこうヘッドライトがついたりですとか、うん、であの LED の方で一応あの運転室の方にもあの光が入るようになってます、うんうん、ねえ、素敵、はい、うわ、よく作りましたよ。ヤマツのコクとかいろいろが効いてますよね、うん、いやー、なんとか作りましたけど、一応これあの、うん、さらにですね、もうちょっとプレゼンさせてください。あ、いいですよ。だって3年間やってもいいですよ。うわ、なんか外れた。あの蓋が開くようになってます。おー、すごい、すごい。で、一応あのこのエンジンとか中身のグーの部分ですね。グーの部分グー、グー、カニ味噌的な感じですかね。いやー、で、一応こちらの運転席の屋根を、え、これも取れるんだ。おー、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 わわわわわ、こういう感じで見れるって感じですね。すごい、ちゃんと SG の釜もありますね。そうです、そうです。かわいい、運転席もちゃんとある、はい、一応あのケーキ類もが全部あの反射で光る感じになりますね。うわ、ほんとだ、はい、光ってる、すごいなこれ。いや、これ、おいくらなんでしたっけ、これ普通に売ってて定価1万5千円ですけど、安く感じるな。ただ実売価格はもう今1万円切ってたりするので、すごいおすすめです、はい、ディスカウントしてるからって1万5千円ってことは1年で5千円しか使ってないってことですね。そういうことになります。すごい。だから日割りにするともっとお得になります。そうですね。あらあらあら、やっぱいいな、出来上がると、ね、いや、やっぱり出来上がるとすごい嬉しいですね。完全に今コウズさん作りたいモードに入ってますよ、これ。コウズさんほら電車大好きだから、うん、懐がね。懐がねってあんなに買ってて言うことじゃないですよ。30センチ以上ありますよね。はい、だいたいそうです、40センチ近いですね。ちょっとボールペンと並べるとね、ボールペンがこう丸、うん、ほぼ3本分ぐらいですよね、これ。ねえ、すごい。結構 V 型12気筒のエンジンが2つついてますから、ね、そうです、すごい。しかもスーパーチャージャー付きという、これお家の一番いいとこに置きたい、はい、で玄関に置きたいですよね。ねえ、
そうそう、これあの例の B60 のハント光沢塗ってらっしゃるそうです。あ、そうなんですか。おー、これ一応ですよ、これハント光沢です。いい感じですね、やっぱね。すごくいい色。いや、出来上がるとやっぱり楽しいですね。ねえ、そう、なんか今日バンドじゃん。次そうですね。次ね。これって何なんですか。これってあの SG っつってあの暖房用の蒸気を発生させる釜。ボイラー。そうか、寒いところ走るから。こっちに座ってる方はあのなんか椅子がもうまんまその釜のところについてるんですけど背中熱いんじゃないですか。あ、これね、あの補助席です。補助席。はい。あじゃあこっちの手前の方が運転席、こっちですね。こっちはあの補助席です。丸いとこからちょっと上に出てるし、あの、うんうん、しなんで四角いこれじゃないですか。これがね、うん、煙突なんですよ。あ、これ？そう、これ。あ、これまんま煙突なんですか。あ、ちょっといいですか。でこれを押すると、あの煙突の蓋がこうついてるんです。わあ、可愛い。なんて愛しいのかしら。すごいなこれ。で後ろあの換気扇がついてます。あ、換気扇？扇風機ですね。これはね、扇風機。あ、これ。ああ、本当だ。すごい昔ながらの。本当。そうそう、昔電車のについてた、はい、ついてますね。ついてた扇風機。すごいでかい。まあということで非常に楽しい。これまだあの雪が残ってる間にちょっと外に行って。あ、そうです。まだ今だったらまだ間に合う。間に合いますね。え、坂東さん次は何作るんですか。何作りましょう。結構ね、ツイプラが増えてきたので。あ、そっか。坂東さん北斗星って10連だったよ。そうなんですよ。で、これね、あの、もし、あの、笑ってしまうんですけど、私同じやつをもう一箱新品で持ってます。なんで？あー、そうだ。すでに。色違い。いや、全く一緒のやつを10連しようと思って。10連しようと思って。なんで、あの、次はもうちょっと作るとしたら、効率よく早く綺麗にできるか。いやいやいや、また同じことしなくていいですか。いや、でも、まあまあ、そういう感じでございます。すごい。まさかこれがタイムトライアルみたいなことにね。ね、だから次はもうちょっと早く何か。2回目はどれぐらい早く？1年ぐらい。1年半ぐらいで。あの毎月なんかちょっとずつこう進捗出せるようにしたいので。ああ、ぜひぜひ。じゃああのなんか坂東さんに作ってもらいたい模型を投稿するっていうのが。あ、それもありかもしれないね。募集しましょう。場合によっては送りつける。おー、怖い。ああ、怖い。大丈夫ですか？いいんですよ、大事なものですからゆっくりやってください。お瞬間にめぎってと怖いな。だってもう3年の愛の結晶ですもの。3年だもんな。今日も改めて非常に盛り上がりましたね。盛り上がったね。盛り上がりましたね。やっぱ年末年始でこう一気に一気に出来上がった。第38回だ。終わりましたね。じゃあありがとうございます。お疲れ様でした。38回みんなやったねって。ねえ、よかったよかった。また来月ってことね。年始で終わりを見えられるってなかなかないですよね。はい、じゃあね。いいですね。2018年第1回の配信ですからね、特集コーナー塗装の天敵静電気とのお付き合いに加え今回からね超徳さんの新コーナー、はい、超徳義孝の超徳する模型制作テクニック講座がスタートします。はい、よろしくお願いします。ディスコシリニューアルスララい模型展1時間どうぞごゆっくりお楽しみください。はい、ベタなタイトルで、うん、超徳する。もう爆笑っすよ。もういいね、やだかっこいいでしょ、でしょ、やだもうかっこいい、でしょ、でしょ。はい、では、まず今回はですね、今回もですね、普通だからいこうと思います。はい、このコーナーでは模型が好きな、ね、大好きな皆様やこれから模型を始めようとしている皆様から番組に寄せられたメッセージを紹介いたします。何でも気軽に送ってくださいね。お便りの投稿はみっこでないとの専用フォームからお願いします。 URL お願いします。ぜひこちらから送ってください。はい、そしてメッセージを読ませていただいた方には当店から素敵なプレゼントをお送りします。ご連絡のため必ずメールアドレスをご記入の上投稿お願いします。はい、では本日の普通歌のご紹介です。はい、本日は行きましょう。今日もものすごいたくさんメールいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ増えております。本当にあの全部は紹介できないんですけど全てね見させていただいてますので、うん、でその中で今日2通紹介します。まずはシュワシュワさん。シュワシュワだ。シュワシュワさん初めてかな。初めてです。初めてですね。ようこそいらっしゃいました。洗い模型店の皆様こんばんは。初めてプラモデルを作った時のことを覚えていますでしょうか。ちなみに私の初プラモは小学生の頃に作ったヘルキャットという戦闘機でした。
当時実家の工事で出入りしていた大工さんに接着剤を借りて作っていたのですが、プラモデル用ではなかったため翼がドロンドロンに溶けてしまい、何とも言えない気持ちになりました。今となってはいい思い出です。プレゼント希望。はい、うん、はい、初めて作った。初めて作った。私も何ですか、小田さん。ノーチラス号なんですよ。おお、素敵。いろんな意味で初めてだ。まあ、冒険。小学校の頃、プラモの冒険に出ましたよ。日本初のやつ。日本初のやつ。はいはいはい。あの頃まだ売っててね。へえ。生き字引みたいな人が現れた。仙人の話みたいに。あの頃あの団地に住んでたんで、で、ま、ちょうどうちの前の部屋のがやっぱり小学校で同級生で、作ったてってこう見せびらかされて。ああ、悔しい。惜しい。で作ったんですよね。なんだろう、なんか100円ぐらいの飛行機かな、こんなやつか。でも覚えてるのは小1の時に初めて東京タワーに行ったんですよ、お父さんと。でお土産に何か買ってやるって言われたんで戦艦ヤマトを買ってもらって、まあでかいやつすごいもの選んだの息子よって思ったんですよね。東京タワーで、東京タワー、東京タワーのお土産で買ってもらって、一瞬東京タワーのプラモデルと回答が出たんだと思う。いやいやいや、戦艦ヤマトのプラモデルを買ってもらって、で家帰って、まあ、早速作り始めて、締め切った部屋でわーって作ってたら鼻血が垂れたんです。あー、いかいかいかそうだ。説明書に鼻血がボタボタボタってなって見えないってなって、で伸びるし、覚えてる。それ多分小1だったかな。あとは近所のお兄さんから、仮面ライダーのオートバイのプラモデル作ってくんないって言われて、作ってくんない、代わりになんかその家の縁側で作った覚えがあるんですけど。お兄さんが、あ、でも苦手だったんでしょうね。苦手だったみたい。お二人は覚えてないっす。長徳さんは。僕はあの元祖 SD ガンダムっていう、あ、 SD ガンダム、そう、ちょうど世代だから、うん、そうで、なんか480円で1個、で、あのなんかね、バックパックをクックってやるとガンダムの首がクイクイって動くみたいなギミックが入ってるやつで、わ、最近だわそれ。最近っぽい、ゼンマイじゃない、中にねちょっとこうプラのそういうのがこうギアみたいに入ってて、クックって動かすと顔がクイクイって動く。え、うちにまだあるんですよ、実家に。すごいいっぱいあって SD ガンダム、すごい、そうそうそう、羨ましい。そうそうそう、あのほらなんか武者シリーズみたいなのあったじゃないですか。あった、あれがねどっさりまだ撮ってある。いいじゃないですか。たまたま別の仕事してて、でそこの人が初めて作ったプラモの話になって SD ガンダム、あ、やっぱり武者ガンダム、そう、武者ガンダム、そう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 、そう、 BB 戦士、 BB 戦士、 BB 戦士とチービー戦士があったんですよね。なんかその世代だって、うん、そうそう、あ、じゃあ同い年ぐらいの違い。もうすっかり大人になってた。すでに会社で仕事してたな。いやー、なるほど、いい、もうちょっとなんかキリがなくなりそうです、ね、もういっぱいありますから、やっぱ ね、 子供ね、エピソードロボダッチとかの世代ですから。ああ、そうなんだ。僕はサンダーバードですね。サンダーバードも作りました。散々作りました、散々作りました。よし、じゃあ次のメール紹介しますね。おっさむらいさん、おさむらいです、おさむらいですね。出演者の皆様、少し遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます、先日のことですが、ジャンルや技術、キャリア、年齢関係なく、子供の頃友達の家に模型を持ち寄って作ったり、ゆるい部活動みたいな空気を目指し、模型を作るのって楽しいんだよをモットーに開催させていただいていた私主催の制作会が、恥ずかしながら6回開催&1 周年を迎えることができました。素晴らしい、すごい、よくやってるんですね、うん、今年は模型は楽しい、難しくないを広めていきたいと思い、作り込んでる方もすぐみでも、作るのは楽しいって人も気負わずに参加できる楽しいをテーマにした展示会を開くのを目標に頑張りたいと思ってます、うん、出演者の皆様の今年の目標お聞かせいただけると幸いです。最後になりましたが、皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。今年も放送楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、いいですね、うんうん、ジャンル、技術、キャリア、年齢関係なく、もう集まって模型楽しもうよって言ってね、それで僕もやってるんですよ。あ、そうでしたね、模型部って、
特に名前ないんですけど、うんうんうん、模型部ってやってて、うんうん、飯を食いながら、うんうん、あの接着剤と塗料の間にジュースを置いて、なんてこったなんてこったもん飯食いながらみたいな、のをやってます。でもやっぱり楽しいですね、うん、同じ趣味の人。そう、目標テーマ、それがなかなかちょっと、うんうんうん、2,3 ヶ月に1回とか割と伸びちゃうんで、せめて月にね1回か2回はやりたいなみたいなのと、積みプラを減らすのが目標です。なるほど、うん、そうですね、はい、そこで減らす。部屋ちょっと片付けたんですよ。嘘、アクセスできなかった棚にアクセスできるように前に積まれてた40個ぐらいを横にどけて、あ、どけただけ、どけて、どけたやつじゃない棚をこう置いた、こう作りかけのものを置いたり、ちょっとおしゃれなものを置いたりしようと思って棚を買ったんだけど、そこに全部ゆうゆうに詰めて、目的が棚が4つになりました。片付いてないな、余剰半の部屋に棚が4つって。なるほど、ゆうぎゅうだな、やっぱりな。倉庫ですよ。見た目片付けたってやつですね。そうですね、右から左に移しただけです。なるほどなるほど、はい、皆さん目標ありますか、うん、目標ね、なんすかね、ハーフマラソン何回か走りたいという。すごいな、いやもう体力つけるのはもう重要ですから、模型的にも。そうですね、本当に確かにね、持たないと作れないですよ、出張も多いしね。そうなんですよ、ハーフなの。フルマラソンも出ないの。フルはまだちょっと怖いっすね。ハーフだとあの普通に走ってる時とかに、なんとか走れるんで行けるんですけど、すごいね。ただフルは未知の領域なんで。そうか、だって倍らしい、すごいな。結構でもなんでしょうね、模型やってる人って体鍛えたりとか、マラソンやる人意外と多いんですよね。なぜか特にやっぱ多いのは体鍛えるっていう人が多いんですよ。コツコツこうやるっていうのが自分とこうなんか、多分、ね、筋トレとかって大体やっぱり一人でやる趣味なんで、模型と似てるっちゃ似てるんですよね。そうか、コツコツ両方ともストイックっすもんね。どこまで極めていくかみたいなね。結構模型は何でしょうね、模型もちょっと地味っちゃ地味ですけど、筋トレも地味っちゃ地味なんで、確かにな。で、あとや、多分筋トレとかマラソンやってる間ってこう頭の中空っぽなんで、その次にやる工程のことをずっと考えるんですよ、意外と。なるほど。特に走ってる時とかって家帰ったら、あそこに手入れたいなとかって思う時間になったりするんですよね。で、自分は湯船とか入らない人間なんですね、お風呂入っても。で、その代わりに走ってる間に、作業のこと考えるみたいな。そうなんだ。だから面白いことに走らないと全然進まないんですよ、作業が。不思議なもので佐藤さんにとって走る時間ってとっても大切 な、 そうなんか、ね、脳の整理をするっていうか、多分他の人でも結構多いんじゃないかなと思うんですよね。でもそれあるかもしれない。で、結構やるようになったらすごい進むようになったんですよ、模型が。素敵、本当に面白いもんで、なんでスランプに入ってる方は本当やってみていただきたい、ね、ちょっとね違う、ね、体動かすのもまたいいかもしれない、なんか無駄な時間だと思ってみたら意外とね、いいんですよ、へ、おすすめです。楽しそう。そんな今年もだからずっと続けたいなっていうのが今年の目標ですね。いいと思います、ね、ちょっとぐらい走るかな。走るの無理だから、ウォーキングをしようと思ってウォーキングのシューズを買ったんですよ。買いました。はい、良かったです。良、はい、かったです。一歩進みました。奥さんとねやるのも楽しそう。そうですね、中村さんの場合ね、買ったあの靴はどうするんだってずっと言われてますけど、一緒にやろうぜ。まあ、どうもしないです。どうもしないです。どうもしないです。では小津さんどうぞ。私ですか。はい、とりあえず仕事をでかに1個やんなきゃいけないのが一つと、神津さんだって今年還暦でしょ。今そこで指摘します。します。もう私の今ねホットワードで、ホットワードか、ホットワードか、みんな忘れてくれる。いやいや、だって、ね、技術の神津さんが還暦って、これいろいろまずいですよ。だって佐藤さんね、神津さんいなきゃ、塗料の方が終わるんじゃないですか。ね、会社、はい、定年的なものはどうなるんですか。一応定年なんですけど、あとはまあ食卓で、ね、食卓で、食卓で、まあ、宝くじが当たったらやめちまいますけど、ね、飲み屋で話しましょうか。あ、飲み屋で。そう、あとはそれミニアトのキットは結構積んだんで、それで消化ですかね、今年はね。あ、なるほどな。電車一台増えちゃったし、あら、ミニアートさんの電車2台になっちゃった。わ、ちょっと見たい見たい。名刺買ったんでしたっけ。
そう、ポチ、すげえ安、すげえ安かったんですよ。アマゾンで。すげえ安かった。ついビール飲んでた、ビール飲んでた時だったんで勢いでポチっちゃった。もうで危ない。飲んでる時ショッピングサイト絶対見ちゃいけないですよね。ダメダメ、いけるいけるって書いちゃうから。絶対いっちゃうんです。ダメダメ。それで京徳さんは？はい。そうですね、まあ、モデルーム的には今年中に新製品10個は10個、すごいな、うん、結構ですよ、結構だね、うんうん、でもそれぐらいの気持ちでやってこうと、へー、だって今日からね聖徳さんのコーナーも始まるし、うん、そう、ね、ね、ずるやつもできなかった、ね、もう看板ですよ。そう、はい、よしよしよし、じゃあなんか楽しくなりそう、うん、よし今日はほらまだ雪解けてないからオンタイムで終わらせる目標があるんです。密かな電車がどうなるやらですかね。そうそうそう、だからずんずん、はい、じゃあ普通は以上ですかね。はい、はい、そうですね、今回も投稿ありがとうございます。このコーナーではスタッフの私たちへの応援メッセージや模型に関する話題などなど何でも大歓迎ですよ。お便りお待ちしてます。はい、次は教えてクレオスです、うん、模型制作にまつわるちょっと技術的なご質問にお答えするコーナーです。はい、はい、皆さんね、はい、プラモデル作ってる上で、疑問や悩みがたくさん出てくると思いますが、このコーナーではどんな疑問にもお答えしてきます。タイトルが出てこんなこと聞いたら恥ずかしいかなと思わずに、まずはこちらにお便り送ってください。あれ、私にそこで今一瞬ロゴが出た、なんかこう、うん、あれどこ、サブリミナル的な、サブリミナルみたいな感じでした。私見られなかった、ちょっと小さかったし、なんかどこ行ったの、なんか出るかな、微妙に夢に出てきそうな感じだったロゴが出るかな脳に焼き付ける系ロゴ、そうそうそう、あの、それでメールはこっちから送ってください。で、あの、プレゼント送りたいので、メールメールアドレスメールアドレスメールアドレス書いてほしい。はい、あ、出ました、出ましたね。なんでちっちゃいんですか、ちょっとかわいい、いろんなものがちっちゃく出てますから、かわいい、あ、でもなんかいい感じ、なんかかっこいいです ね、はい、では、寄せられたメッセージの方お願いします、うん、はい、まず1つ目、まーこちゃん、はい、里見お姉様、いつもの皆さん、ちょっと遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今回私が質問したいことは、クレオスさんの GX スーパークリア 3UV カットの使い方について分からなくて悩んでることがあるのですけど、それは、うん、GX スーパークリア 3UV カットをエアブラシで塗装するときに、薄め液で薄めると UV カットの成分も薄まってしまって、紫外線を防ぐ効果が弱くなってしまわないのかなって悩んでるんです。 GX スーパークリア 3UV カットの紫外線カットの効果を弱くしたくないためには、薄め液で希釈をしないで原液のまま塗装した方がいいのでしょうか、それとも薄めても大丈夫なのでしょうか。そもそも、あ、一体どうやって色がついていないクリア塗装で紫外線を防いでいるんでしょうか。とても悩んでるので、どうか詳しく教えてくれオスなのです。プレゼント欲しいって。はい、はい、これどういうことでしょう。確かにスーパークリアなのに、なんで、ね、よく色付きだとか、ね、色があると UV カットちょっとなんかいけそうな気がしますけど、透明ですよね。まあ、もともとその UV カットする、まあ、成分というか添加剤が入っているので、それがこう別に薄め液で崩れて薄まるって、そういうわけではないんですよ。色の問題ではないんですよね、うん、色の問題ではない、うん、でまあ、クリアだから、あのフィルムになるじゃないですか、塗膜に、うんうんうん、まあ、それなる部分が、溶剤抜いた部分が塗膜になるんですけど、うんうんうん、まあ、それはあの業界用語では固形分って言ってるんですけどね、うんうんうん、でそこにはクリアだから、まあ、クリアの塗料の樹脂と、うんうん、そこにあの UV をカットする成分が入ってるんですけど、その樹脂に対してある一定の割合で UV をカットする成分が入ってるんで、うん、いくら溶剤をとあの希釈しようがないでしょ、その技術はね、乾いちゃえば一定なんですよ。そっか、乾いちゃえばいいんだ、うん、薄めたけど薄めた分は蒸発しちゃうから大丈夫ってことですね。だから結局割合は乾いても全然変わらないんで、いくら希釈しても全然大丈夫です。まこちゃん、よかったもう悩まなくていい、薄めて綺麗に拭いてくださいと。そっか、うん、大丈夫、ちゃんと乾けば。あ、でもね、もしかしたら、うん、結構あの、まあ、まこちゃんだけじゃなくてですね、うん、あの他の方ももしかしたらあの勘違いしてる方もいるかもしれないんですけども、うん、よくね、薄め液で、うん、なんでしょうかね、塗料の原液がすごく増えるみたいな
ふくらしこみたいなイメージを持たれる方いるんですよ。要はそのクリアの原液を薄めれば薄めるほどより広い面積を塗れるようになるので、実際増えるでしょって思ってる方がごく、まあ、稀じゃないんですけどたまにいるんですよね。だから例えばこの UV カットのこの塗料も、あ、俺いた、あ、ですよね。結構、まあ、自分も実は入社する前は、うん、あの薄めれば薄めるほど増えるじゃん、お得とかって思ってたんですけども、うんうんうん、そんなことはなくてですね。だから例えば、まあ、色付きのクリアとかを、まあ、シャッバシャバに薄めれば分かるんですけども、うんうん、要するにすんごい伸びるので、うんうん、それで塗装したとしたらもう薄め液をかけてるようなもんになっちゃうんですよね、うんうんうん、乾いたと薄めれば薄めると乾いた、薄めれば薄めるほど乾いたトマトが薄くなるだけなんです。そうなんですね。だから別に増えるわけではなくて、まあ、伸び、まあ、伸びっていうのも変ですけども、うん、よりまあ高面積に、塗りやすくなるだけであって、より厚く塗れるわけではないよっていうのを覚えておいた方がいいです、うん、あのさっきコメントで出てたんですけど、 UV あのクリアどのぐらい重ね塗りしたらいいんですかって。重ね塗りどれぐらいというと、まあ、ちゃんと膜になるぐらいに、うん、あの塗装していただければ問題ないかなと思うんです、うん、あんまり厚拭きしちゃうとせっかくの、 あのクリアっていうのも損なわれてしまうので、普通のクリアと同じで質感覚で使ってもらえばいいです、うん、まあ、あとはもう本当に外観に関してはあのお好みで、うん、調整していただければ問題ないと思います。今は普通のクリアで塗ったぐらいの膜厚が効くように設計したので大丈夫です。さすが設計してくれてますよ、構図さんが。であの気候の方はね、今ここでちょっと話したあの言葉だけだと分かりにくいんで、うんうん、まあ一回特集でやりましたね、こうやって書くんだよ、やりましたね、いつだったか忘れましたが、それの図をどっかに載っけてくれれば一番助かるんだ、ね、そのうち載せます。おー、そっか、うん、はい、うんうん、でもよかった、うん、なるほど、そういうことなのか、はい、はい、じゃあ次のメール参ります。ローミさんです。はい、こんばんは。こんばんは。みこね様、お店の皆様、こんばんは。こんばんは。はい、新年が始まりましたね。今後とも楽しく、見させていただきます。皆様、寒さには気をつけて、風邪などひかぬようご自愛ください。さて、本題です。僕は去年、エアブラシを本格的に使い始めて以来、初めての真冬に突入しようとしています。空気は乾燥していますし、連日絶好の塗装日和。ただし寒さ対策をしなければエアブラシを握る指すら動かないかも。ということで皆さんの寒さ対策についておすすめのアイデアや便利アイテムをなどなど教えてくれおすです。ちなみに僕はタミヤのペインティングブースを使っているので、窓から排気ホースを出して窓の隙間をガムテープなんかで埋めればどうかなとか、いっそベランダに塗装用机を用意して屋外塗装でもいいのかななどいろいろ考えています。皆さんの環境とかいろいろ聞きたいです。よろしくお願いします。プレゼント欲しいでくれよ、ロミさん。今更ですけど窓の隙間をガムテープで埋めちゃうのはちょっと怖いっすね。もう塗装のために、塗装のためにです。あと塗装机を用意しての屋外塗装もなかなかエクストリームな感じで。エクストリーム、いい、エクストリーム。好きですよ。好きですけど、うん、続かないんじゃないかな。で時間もね、雪降ったりとかしてますからね。そうですね。屋外用机に雪が積もる。それも乾かないよ。そうか、寒すぎてもダメなんだ。外でエアブラシやると結構冷えますよ、エアブラシが。冷える。そうか、金属だし。が持てないぐらい冷たく。すごい冷えますよ。キンキンになっちゃうんだ。やったことはないですけど。うん、なるでしょうね。なんでしょうね、こう会社でね、こう、うん、外からあの、うん、まあ。運送会社の方が持ってきたエアブラシとかをこう触るだけでものすごい冷えてるんですよ、うん、冷たい冷たい、何これってくらい冷えてるんで、外じゃ無理無理、屋外塗装はちょっとねエクストリームですよ、うん、はい、あとちょっとあの、はい、触れておきたいのが、うん、空気乾燥しているので連日絶好の塗装日和というふうにあったんですけども、はい、実は、うん、空気乾燥してるからといって塗装日和ではないんですよというのは、この後の特集コーナーでちょっとご説明いたします。そうか、今日は静電気の、はい、うん、お話がねありますからね。まあそれはさて大きい、うん、寒すぎると。寒すぎる、どうしたらいいんだと、ね、皆さんのあのやり方を教えてほしいと。部屋に暖房をつけるっていうのは。暖房。暖房というものがあるのですか。あ、暖房。地球にはそんな便利なもの。エアコンに暖房と書いてあるボタンを押してます。便
寒い時にはお役立ちツールとして暖房って暖房ではストーブはダメっすよ。あ、ストーブはね、ストーブはダメっすよ、うん、ストーブはね、石油ファンヒーターとか石油ストーブとか電気ストーブはダメっすよ。そうですね、溶剤引火しますからね。そうですね、じゃあやっぱりエアコンディショナーがよろしいですね。エアコンディショナー、暖房、じゃあ窓を開けつつの換気、考えてちょっと開ける窓はブースのこう細いなんか出口のやつくっつけて、ああなるほどなるほど、太いのじゃなくて細く、うん、掃除機の先みたいなやつ、そうかそうかそうか、あれを薄く挟んで、うん、それだけここは空いてます、そうか、じゃあガムテープ留めなくて、まあね、やらないです、そうか、じゃあこのままドゥーンって出すんじゃなくて、うん、これの先にこういう細いのくっつけて、うん、でこんぐらい開けてシュッて出す、うん、で時々ちょっと換気して、時々、まあ、時々換気は大事ですから、うん、でエアコンディショナーの力を借りて、昔は換気しなくても平気と思ってたんだけど、今 ダメ今もう全然ダメなんで、ダメです、すぐ咳き込んちゃう知ってる、知ってる、有機溶剤中毒になるんだ、必ず換気は、うん、ね、換気はしないので、密閉するのはダメです、うん、あとまあ多分大多数の方がそうだと思うんですけど、うん、よくエアブラシ作業をしていて、まあ、ウエスでもいいですし、うん、ペーパー類で拭いたそのゴミっていうのをまあ、ゴミ箱にそのままポイするっていうことが結構多いと思うんですけども、うん、まあ、特に冬場こそですね、うん、まあ、紙コップとかにその、まあ、ウエスとかだとちょっと入りづらいですけど、うん、拭いたペーパーとかも入れて、でそれでベランダに置いとけば、うん、まあ、当然やっぱり揮発も早いので、うん、それで処分するその効率の良さもありますし、うん、で、多少その例えば塗装作業の合間合間で窓を閉めていても、うん、また暖房とか暖房というかエアコンの暖房を入れとけばまた部屋が温まるっていう風に循環していくので、うん、作業効率は落ちるんですけども、うん、意外とその面倒くさい工程こそ冬場は踏んでみると意外と夏に暑い中でえいやーってこうやるよりは実はゆっくり作業ができて、しかもお部屋の中も、まあ、ちゃんと換気ができて作業ができるっていう感じになるので、うんうん、ちょっとね うん、あえて効率の悪い方法を取ってみるっていうのも一つの手だと思います、うん、寒いし寒いからその寒くないようにってあえてもう窓を閉めて毎回閉めたりとか、うん、わざわざベランダにゴミを置きに行ったりとか、うん、そうやってる間に塗装中のものも乾燥しますので、うん、で待ってる間に一気にやると意外と間違えて塗ったりとかあるんですけども、そうか、落ち着いて、そうなんだったらお茶とかをちょっと入れてみたりとかして、ゆっくりこうやってるのが大人の模型話みたい、余裕の感じが余裕が出ますよ、素敵よ、で春になったら全然違うこと言うかもしれないですからね、そうか、でも勢いでやれと、冬の佐藤さんはちょっと大人だよ、ええ、うちの場合はこの後拭いたの手紙とかあるじゃないですか、うんうんうん、あれ臭いでしょ、臭いですね、そのままにしとくと有機溶剤中毒になるんで、ジップロックがあるじゃないですか、うんうん、あれ結構ガスバリ合わせがあるんで使ったらすぐそこに放り込んでジップロック溶けたりとか大丈夫、ね、それですぐ密閉しといて、うんうん、である程度膨らんでいくたまったら燃えるゴミに捨てちゃう、そうですね、そっか、溶けないんだったら大丈夫ですね、有機溶剤っていうのはこれただゴミ箱に捨てるだけだとやっぱりどうしても揮発して部屋中に充満するんで、やっぱりそういうちょっと隔離するような、うん、いつか汚れたやつはね隔離するようにしといた方が体のためになります、うん、そっか、ゴミにもちゃんと配慮をね、うん、大人の模型だわ冬ですからね、うん、あとまあブース使ってもその、うんうん、あったかくして部屋ちょっとそれなりに密閉してるんだったら、うんうん、やっぱマスクは必須で、うん、そっか、うん、マスク、そうですね、そうすれば、まあ、ある程度気にしないで部屋あったかくできたりもしますし、そっか、家事終わってから換気しながらちょっとお部屋出ちゃえばいいんで、うん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 、普通のマスクでいいんですか、それともやっぱ模型を買った方がいい、やっぱ用の、うん、そっか、いいやつだ、うんうん、まあ、がベスト、うん、なければもうしょうがないんで、もう、そうね、安いやつでも、うん、まあ、濡れマスクとか、ね、もう濡れマスクとかもいいですし、うんうん、もうとにかく本当に何も防護してないよりはもうとにかくマシっていう、うん、そっか、それを心がけてやっていただければ、ね、うん、特にそう、換気のために窓を開けてるとですね、うん、実は風邪をひきやすくもなるんですよ、そうか、そうなんです、締め切ったお部屋の中って、うん、冬はまあ、換気できてないんですけど風邪をひかない、まあ、ウイルスが繁殖しない環境にもなってるんで、うん、開け放しておくとすごく風邪ひきやすくなるんで、
模型のために風邪ひいたらね、なんかバカバカしいですしね。そうですね、楽しくないですもんね、うん、そのためにもあるんで、やっぱりまあ冬っていうのは意外と、ね、その自分の制作環境というのを見直す機会にもなるのかなとも思います、うんうん、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、今回の洗いざらいを教えてくれる様子は以上です。はい、他にもですね、はい、こんな洗い模型店グッズが欲しい、そう、安定に、うん、そうなんです。いくつかお便りいただいてましてですね、こちらの近いうちにまとめてご紹介しようと思いますんで、かくやさんとかまこちゃんに、ね、そうですね、メールもらいましたが、はい、いただいてますけども、うん、近いうちにまとめてお届けしようと思いますんで、はい、まだね、どし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 、洗い模型店グッズがいよいよ出るかもしれない、出るかもしれない、ね、なのでアイデアを皆様から募集したいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。はい、皆さん次回も質問ね、どしどし寄せてくれよーす。お便りお待ちしてます。お願いします、はい、さあ来た、はい、さて特集ですか。はい、というわけで、はい、本日の特集コーナーです。イエーイ、はい、冒頭で予告のあった通りですね、今回は、塗装の天敵、静天鬼とのお付き合いといたしまして、はい、塗装したことがある皆さんでしたら必ずやっぱり静電気に悩まされたことっていうのはあると思うんですけれども、うん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 、でこの番組でもたびたびですね、冬を迎えるたびにお便りで静電気どうしたらいいですかというのがありましたので、まあ、この際なので、うんうん、特集として、今回は徹底的じゃないですけども、うんうん、静電気についてですねご説明いたしまして、はい、明日からの塗装作業に向けて皆さんと、ちょっと静電気と向き合えればなというコーナーとなっております。というわけでですね、洗い模型店特務班静電気バスターズ急遽誰なのって一番最初に言った人が大体こういうパターンっていうのは誰なの、班長なんですよね。班長、そうなんですよ、組長、だからスーパー班長とウルトラ班長、なんだこれ、通告だよ、バスターズに挟まれてるよ、挟まれてる、お嬢徳さんももうひっくり返ったみたいな、オセロだったら僕もバスターズにされてる、いやいや、もう君もバスターズだと思ったら今日から君もバスターズ、あ、なるほど、入ります静電気イエロー、イエロー、イエロー、カレーが大好きだ、カレー大好きだもう、まというわけですね、巻き込まれ事故だよ、はいはい、巻き込まれ事故って言わないですね、というわけでですね、あんまり特集コーナーに時間をかけてると、この後の静電気イエローの特集コーナーが、そうです、持ちコーナーがなくなってしまいますので、帰っちゃいますから、はい、というわけで、サクサクと、はい、今回はちょっと皆さんに静電気に詳しくなっていってもらいたいと思います。はい、では早速次のスライドお願いします。はい、はい、離れちゃいましたね、はい、見ない、カンペがね、挟まっちゃって、はい、あれ見ながらできるか、あれ見ながらできますか、やめな、自分これ見えなくなっちゃう、そもそも静電気って何で思いますよね、うん、はい、そもそも静電気とは、まあこれは結構ご存知の方が多いとは思うんですけども、うん、改めて静電気とはほぼ全ての物体が動いた時、摩擦の発生した時に発生しますよと、うん、じゃあなんで摩擦の発生した時に、静電気も発生するのか、これも多分、うん、小学校の理科などで、ちょっと学びましたよね、うん、摩擦などで電子の電気的極性、プラスとマイナスが持ってる電子ですね、うんうん、が一方に偏っちゃった時に静電気を帯びた状態、それを帯電状態と言います。うん、でこの豆知識の部分が意外とこれ重要な部分なんですけども、うん、風が吹いただけでも帯電しちゃうんですよね、そう動くから、これ結構この後の話もつながる豆知識なんですけども、うん、風っていうのはまあ要は空気だから、物に空気が、例えばプラスチックの素材に空気がこうスーッとこう擦れるっていうイメージなんですよ、それだけでも帯電しちゃうんですよね、うん、でまあ、静電気ってざっくりしたイメージなんですけど、基本的には帯電現象、うん、っていう風に読み替えてもらった方が分かりやすいと思います。必ずしもバチっていうやつだけってではないってこと、なぜそうなるかというのは、まあ、ちょっと次の、はい、はい、じゃあ次ですね、うん、はい、帯電状態になるとどうなってしまうのでしょうか。はい、まず放電、身近で最大の現象は落雷ですね、まあ、あとはまあ冬によくある指先のバチ、これも実は落雷と起きてることが同じっていうことですよね。原理的には一緒ですね、うん、
でこれと下敷きでゴシゴシで髪質した形、これはあのみんな実験でやりますね。やりますよね。あの下敷き、うんうん、あの、うん、あれは何プラは何製なのかな。まあ大体昔はセルあのセルロースだったですか。ああ、はい、セルロース。塩ビですかね。あ今ビニールっぽくなってますよ。うん、ああなるほど。あとはプラモ塗装時のホコリ吸い寄せ。うん。まああの塗装してると。おのずとホコリがどん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 塗装してるそばにもう巻き込まれていくような感じですね。であれが静電気のせいだって知らないと意外とあのその例えばエアブラシだとかで塗装しているとその風に吹かれたせいでその風がこうホコリが当たったっていうふうに思ったりする方が結構多いんですけども、だとしたら夏場でも同じことが起きても不思議じゃないじゃないですか。冬はすんごいそれが起きるよっていうのはなんでなのかっていうのを次に帯電現象の簡単な基礎っていうのをちょっと学んでみましょうか。はい、はい、ここから思いっきり物理の話になりますね。はい、文字数が増えたね。うん、がっつりと。がっつり増えた、ねうん、主な帯電現象、これが7つあるんですね。そう、一般的にはこれがあるよ、このぐらいあるよって言われてますよね。はい、へ1接触帯電、物体 A と B を接触させるだけで起きる帯電。これ接触っていうのは摩擦が起きてなくてもこう当たるだけでってことですか。そうですね。要は電子が移動して帯電しちゃうよってことですね。ドアノブとかでパチンってなるやつですか。いやそれは違います。それはむしろ放電の方ですね。あ、それ放電か、うん、それはあの帯電した後の現象ですね。ああ、ね、そういうことか、うん、むしろあの、まあ、帯電してる時にそのなんでしょうね、静電気体質だっていう人、まあいるにはいるんですけども、帯電しろぞってこうバチバチバチって習うわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、あれ電気溜めてたんだっていうのは何かに触れて初めては、うん、これが放電、うん、そうかそうか、だから知らおのずと帯電してることはあると。 A から B はあれですよ、帯電してるものに触ったら自分も帯電すると。そこでなるほどなるほど、簡単に言うとちょっと違うけど、ざっくりな理解としたセリーとか、まあそんなようなことだと思います。で、次の摩擦帯電というのはあえてちょっと一回飛ばしましょう。はい、この転で次に3番目の転がり帯電、転がり回転体が他の物体の上を転がった時に起きる帯電。それは転がりこう例えばこういうふうにボールペンとかが、あ転がり、このこれだけでも帯電はすると。へ、転がりも転がりって別なんだね、うん、これ摩擦ではないですからね。あ、あそうかそうか、まあ、近いですけど、まあ一応、うん、現象としてはビジュアル的に違うんで一応分けられてるみたいですよね。なるほどな。これ一応その原理的には分かってるんですけども、うん、一つちょっとあれっと自分が思ったのは、ベアリングってあれまあ油があの中に充填されてるじゃないですか、故に電気が起こらないんですかね、あれはね、ベアリングは。ベアリングは金属で導体でしょ。あ、はいはい、電気が流れる材料なんで、で帯電現象ってのは不動体、いわゆる電気が流れない材料で起こるんですよ基本的に、うんうん、だから鉄とかああいう要するに電気を通す導体って言うんですけど、うん、あと水とかもそうなんですけどね、うんうんうん、そういうのは基本的に起こりにくいんですよね。うーん、あれは、うん、そう流れてっちゃいますからね。そう、入ってきた電気がそこ流れて、そうか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 、通って流れて、導体不動体っていう言葉は電気を通すか通さないか、そういう分け方なんですよ。じゃああれはそうなんだ。じゃあ、次に4の剥離帯電、接触面の剥離による帯電、剥離速度が速いと帯電量大、これはなんとなくわかりますよね。もうなんか髪をペロンってやるとくっつく、うん、思いっきりこうやった時ってちょっとこう持ってかれる感じがしますけど、ゆっくりやると全然そんなこともないよねっていうのも結構、うん、ありますよね。なんかアクリルに貼ってある保護用のシートとかをベーって剥がすとものすごい、わかりやすい、チクチクチク、それなんだ、ビニールの方のビリ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 ってシューッ、ビリッ、現象的にはまあ一応分かりやすいですね、うん、それはね、なるほどな、割と起きやすい。この5の噴出帯電っていうのはですね、これガソリンスタンドとかで働いたことある方は絶対分かると思いますよね。高圧ガスや液体の噴出に伴う管、ノズルなどとの接触、摩擦などによる帯電、まあ、これはもうあの本当に原理的には同じなんですけども、あの要するにはもう物というか物が動いたら帯電するので、うん、よくだからガソリンスタンドだとかで、うん、絶対タバコ吸うなよ、あ、あるじゃないですか、はい、あの例えばそのガソスタでこうノズルからもうガソリンを入れてる、あそこでもう帯電してるので、あのガソリンスタンドの店員が着てる、うん、ジャケット、あれも全部ちゃんと静電気防止されてるんですよ。そうなんだ。それぐらいもうすごいノズル溜めてるんですよね、電気が。あの電気を通す繊維がね編み込まれてるんですよ、うん、そうなん
なんだ。で履く靴もあの安全靴つってあの電気を地面に流すよ、流す、ええ、そういうのを使ってます。よく加えタバコでガソリン入れてるんだって。だからお前死にてえのか。それはもう持ってのほかだし、うん、あの例えばそのセルフスタンドとかで、うん、あの消える何ですかね、まだ入れてないから入れる直前までで消しちゃいいでしょとかって思ってる方結構意外といるんですけど、めちゃくちゃ危険なので絶対にやめてください。冬場乾燥してる時って人間とか着てる化学繊維が滞在してて電気溜まると思うんですよ、うん、でそうするとガソリンっていうのは揮発性があるんで、うん、その蒸気に指先から放電するとそこでもう火が出る。うわ超危険です。そうか、だから静電気を逃がすあのシールみたいなのがあれがあるんですね。危ないんですよ。そうめちゃくちゃ危ないです。セルフってめちゃくちゃ怖いですね。そうなんですよ。だからやっぱりあのなんていうかな、注意周知するあれはすごく大きく出ているし、それでもなくならないっていうのがやっぱり現状みたいですね。実際工場火災でね、有機溶剤を使ってるような工場で、まあたまにニュース、火事のニュースあるじゃないですか。やっぱりそういう静電気のあの放電でね、そうか静電気なんだ、発火するのが原因っていうのも何割かあるんですよ。わ、あと塗装あの、まあ、もっと身近な例で言えばエアブラシの塗装の時も同じことですよね。うん、そうか、なんかいつ何時でも電気って発生してるんだなって。そうですね、だからそう、ね、そう静電気っていうのがなんていうかな、溜まる人じゃないから大丈夫とかっていうことじゃないよっていうことなんです。であとは6、凍結帯電。液体が凍結する際に政府のイオン、まあ、プラスとマイナスのイオンの移動度の差によって起こる帯電、水の場合はプラスが外側に、マイナスが内側に帯電した状態で凍結すると。凍結、要はこれを氷がもうすでに帯電してるってことですか。そう、そういうことだね。まあ、雷の原理の帯電、雲の中での帯電現象に。ああ、雲、あとは昔の SF だとかでこうよく宇宙船があの氷の中に突っ込んで、その時にバチバチバチっとこう雷がこうあるとか、あとはよくそういう氷の惑星とかっていうと、なんか氷がものすごいことになってるっていう、結構イメージとしてあると思うんですけど、ね、雷が鳴る積乱雲の中で氷の粒が生成するぐ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 るこう滞留してるでしょ。それでその時にあの滞電してそれが放電現象があの雷に。で、あと誘導帯電、で、それがでかくなって重くなってくるとひょうになって起こってくると、うん、誘導オーバーしていきましたね。どんどんいきましょうか。で、静電誘導によって生じる帯電、うん、まあ、これについてはもうちょっと割愛、はい、で飛ばしました。2の摩擦帯電、うん、これはもうだからもう本当に一般的に言われる、皆さんがイメージしやすい帯電です。我々の敵ですね、うん、はい。というわけで、じゃあ摩擦によって帯電するのは分かったよっていうことでですね、うん、帯電現象の簡単な基礎、帯電する傾向ですね、うんうん、はい。物質はプラスかマイナスに帯電する、これも分かると思いますね。要するにだから移動なので、うんうん、その電子が、陽電子が移動すればプラスの方に触れて、うんうんうん、で、移動された先の方、先がプラスになる、されちゃった方はマイナスになるということですね。で、接触面積が大きければ大きいほど静電気の発生量は大きくなります。で、圧力が大きければ大きいほど、これまた発生量は大きくなります。あとは摩擦が強ければ強いほど、これも大きくなる、はい。あとはこれ意外なところで、温度が高くなると、抵抗値が小さくなる。ただしこれは若干の傾向ということですね。これは無視できるレベルです、うん、だからまあ気持ち、あの暖房の効いてる部屋の方が抵抗が小さくなっちゃってると、はい。で、絶縁体の場合は湿度が高いと静電気の発生量が小さくなる。これ実は重要なとこなんですね、うん、で、まあもうちょっと次行っちゃいましょうか、要するにですね、この湿度のコントロールというのが重要なとこなんです。じゃあちょっと次のスライドお願いします、うん、はい。帯電現象の簡単な基礎、次は湿度と帯電ということなんですけども、うん、要は水は導体、電気を通しますので基本的に帯電しません。で、高湿度の時は空気中の水分を介して物質の電気を逃がしてくれる。そうか、やっぱ水なんだな、はい。もう、うん、まさにイメージ的にはちょっとこのお掃除おばさんみたいなイメージなんですけども、うんうん、この物質の対象の周りのですね、湿度さんが、うん、湿度というか水分さんがその物質の電子をこう逃がしていってお掃除してくれるような、そんなイメージですね。どん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 逃がしてくれます、うん、だから例えばその湿度の
いところに行って帯電していたとしても湿度の高いところに持ってきてあげればちょっとは電子が逃げてくよ。なんか湿度が高すぎても乾かないし、乾きすぎたら今度静電気が起きちゃうし、湿度のコントロールって結構大事なんですね。で当然やっぱりその乾燥してるとパサパサになっているのでホコリっていうのは発生しやすいですけども、湿度がそれなりにあればホコリも発生しませんし、で付着することもないですよねっていう、結構二重でいいことがあるんです。なるほどな、はい、でこの下にあるようにその逆はまあ確かにホコリも発生しやすいしつきやすい状態になっています。ちょっと1分だけもらっていい？どうぞ。すいません、スライド1個前に戻してください。おどうしても言いたいんですね。そう、こう帯電熱っていうのは要するに物質がのプラスに帯電するのかマイナスに帯電するのかって傾向を示してあるんですよね、で見てもらう通り、あの普通まあ磁石と一緒でプラスに帯電したものとプラスに帯電したもの、同じ極性で帯電したものって反発するわけですよ。そうですね、プラスプラスだって反発しますよね、マイナスマイナス反発しますよね、だから曲線側のプラスとマイナスの具合だとこう引き合うわけです、でこの表を見てもらうと、ポリエステルってあるじゃないですか、これはあの、プラモデルの代替したる原料なんですよ。はあ、そうか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 。で左の方を見ていくと、レイオンとかモメンとかね、そういうのはみんなプラスでしょ、だからね、摩擦すると帯電するとゴミがつくんです。電気がいい感じになっちゃうから、水溶性あっちゃうから。この真ん中に紙ってあるの面白いですね。マスキングテープって全然そうならないですもんね、そうか、これいいですね、これはね、ちょっと覚えておくといいと思うんですよね。子供の頃に読んだ本でエボナイトの棒を皮で擦るんだっけな、あーやりましたね。やってやった。でもエボナイトがなんだか分からなくて意味が分かんなかった。なんか理科の時にだけ出てきましたね。なんかやらされましたねこれ。エボナイトってあれ商品名で実はね、エポキシのエポキシなんですよね。あ、そうなんだ。今知りました。エポキシじゃねえや、ちょっと他のやつだ。詳しくはグーグルで。じゃあ次ここだけは言いたかった。じゃあ次2つ先のスライドに行ってください。飛ぶね。はい。なので帯電現象の簡単な基礎、次は傾向と対策ですね、まあ、言ってることはもうあの完全に今の話を聞いていたら多分合点がいくと思うんですけども、塗装環境の湿度上げましょう。不思議ですよね、なんかもう塗装と湿度ってもう完全にあの、なんていうんですかね、天敵だっていうふうに思っていたんですけども、これうまくコントロールすることによってですね、実は最適な環境に持っていくことができます。で上げすぎるとかぶりの減少に原因になってしまいますので、相対湿度は 50-60% を目安に調整しましょう。なるほどな、はい、って言ったって人間にですね 50-60% って分かる機能なんてついていませんので、安価なものでもいいので温湿度計があると非常に便利です、当然夏場もそうです。そうですね、まあ湿度計なんてもう本当に1000円も出せば上等なものが買えるんで、本当にあると100均で売ってるやつも全然十分です。ですから、ね、これ相対湿度って何ですか？湿度のこと。そう、もう完全に湿度です。湿度とイコール RH は何？ RH ってのはルームヒューミディティっていう。ルームヒューミディティ、ルーム、なんだ、サーモでいいんでしたっけ？ RT っていうのが相対温度でしたっけ？ルームって室温的です、だから何かとこう湿度温度ってなるとこの RT、RH のやたら出てくるんですよ、なんだ、体調管理にも大事ですな。基本的に言うと相対湿度と絶対湿度って2つあるんですけど、一般的に言われてる湿度ってのは相対湿度なんで、まあ気にしないで湿度って、はい、湿度、はい、よく言うのが水の中は湿度 100% なんですかって言ったら、そういうことじゃないですということですよね。まあ、そこら辺はウィキなんとかに詳しく載っていたので、後で検索しておくといいと思います、はい、というわけであとはもう一つ、塗装直前に除電アイテムで処理する、これさえあればもうほぼほぼ完璧なのではないかと思います、そういうアイテムでもですね、模型用途でも結構発売されていまして、はい、はい、じゃあざっくりうちのから発売されている商品もご説明しますね。あ、出た出た、はい、ミスター精霊も、これがちょっと6400円とお値段張るものなんですけども、この筆具にですね、静電気の除去効果があります。これで優しくこう撫でるだけで、静電気が除去されるという仕組みになっております。おまけにさっきから言っているホコリですね、というのを取り除く機能もありますので非常に優れものです、
で6400円 で、 でもちょっと大きめになってるのでそんな方には次のこちらですね。はい、ミスター精霊毛章。あ、精霊毛章だって。こちらもかなりお求めやすい3600円となってます。本当だ、ほぼ出たばっかですよね。あ、そう、まあ1年ぐらい経ってるのかな。これも熊の筆なんですか。こちらも熊の筆です。わで、まあお値段も安いですし、その分ですね、やっぱりちょっとミニサイズになってます。大体2分の1ぐらいのサイズなんですけども、うん、まあ、メリットとしては、うん、まあ、非常にですねこう細かなところに届きますので、例えばフィギュアですとか、あとそれこそさっきの坂東さんの作られた、北斗星みたいな、あれってもう大きいブラシでこうやってるとエッチングパーツがと取れたりとかしてしまうんですけども。そうか、これならちょこちょこ動かせるから。やっぱりあとは圧力がかかりづらいので、うん、非常にこれ、まあ、高面積にはできないんだけれども、うん、まあ、なんていうかな、静電気を取る効率には優れてますよっていうものです。なるほどな。化粧ブラシと同じだ。あ、同じです ね、 ね、まずはちょっと拭いておきましょうって感じです、はい。であとはまあ筆タイプは嫌だな、ちょっと布タイプがいいなという方には次はこちら、ミスター静電気防止クロスというのもございます。こちらはさらにお求めやすくなりまして1500円。はい、こちらもですね、帯電防止を確保された起毛の、クロスとなっております。あとはこちら洗って繰り返し使えるので非常にリーズナブルです。ただまあまあ、ずっと洗ってるとですね、どんどんボソボソになっていっちゃって、で、うん、逆にホコリを、まあ、寄せちゃう、物理的に絡めてしまって逆効果になることもありますので、うん、そうしたらまた買い直すということになっちゃいますので、うん、まあ、ちょっと良し悪しはあるんですけども、こういうクロスタイプもありますよと、うん。まあ、その他にも、まあ、巷にはですね、静電気を除去する効果のあるアイテム様々ありますので、静電気に悩んでる日々を送られてる方々、ちょっと一度、DIY ショップとかも OK で覗いてみると良いのではないかなというふうなので、本日の宇宙コーナーは終わりです。はい、こんな感じでございました。余裕のオーバーでした。なんかあれですよ、電子工作系のとこにもありますよね。あ、そう、電子工作系、はい、ここにつけるバンドとかこうコードがついてて、はい、静電気に活かすやつあります。部品が静電気で壊れたり、おバチッとバチッていった IC 壊れたりするのを防ぐために、それをビニールの袋でもしっかり耐電防止で加工した袋入れたりとか。あとこの冬私は竹ピンセットを買いました。あ、竹ピン、ね、竹ピン、竹、いやもう全然知らない前は竹ピンセットってなんだよこれ、安い材質で作っててなんだよとかって思ってたんですけど、全然そんなことはなかったです。すいませんでした。何がいいですか。いや、とにかく電気を通さないので、そうか、竹ピンセット竹だから、ちょっといろいろとあって今自分電子工作をやってるんですけど非常にはかどってます。なんてこった、はい、とかいろいろありましてね、うっかりこう磁石がくっついて磁石になっちゃうとめんどくさいんですよ、ネジとかくっついて、逆にめんどくさいんで、ね、面白いぐらいピンセットがね引きつけるんですよね、金属ピンセットってそうそうそう、ほんと持っておくといいですよ竹ピンセット竹、気持ちよさそうだ、なければ割り箸でもいいです。あ、なるほどね、なければね、そうかそうか、はい、そんな感じでございます。ナチュラルな素材がいいんだな、はい、じゃ特集は以上ですかね。はい、はい、ちょっとだいぶ押しまして、はい、まあ、これも活用する部分は後で何かでフォローします。ブログですね、はい、はい、フォローします。はい、ではお待ちかね、はい、新コーナーです。はい、超徳さんが主役のコーナーがやってまいりました。やった、超徳吉永の超徳するモキレスゲさん的なコーナー。わー、なんかマンコいい、え、なんでこのマンコは、なんかファンコ超徳さんの、認め入り、超徳印です、認め入りですね。これさえもらえば実印、実印やば、これ今言い換える、言い換える、社員ですか、実印効果やばいね。これちょっとスクリーンショット撮って複製すればね、いくらでも超徳さんに家買って家買ってもらえる、今度車買ったも買って買うとか、私は明日から使います。はい、かっこいいこれ、そんな身ぐるみ剥がされる超徳さんが、はい、涙ながらにお送りするコーナーです。はい、はい、一発目なのに、非常にですね、プロモデラーの超徳さんが、まあ、作品はすごい超絶テクニックなんですけども、やってることは基本的なこうテクニックをコツコツとやっているということで、そんなテクニックを一つ一つ皆さんに対して教えていただけるというですね、はい、ちょっと目から鱗のコーナーなんですけども、今日はもう見ての通り、そう、はい、今日はまあ初回ですし、うん、普通にプラ板を使って箱組みをしてみようということで、箱を作っていく工程を見てみようという感じです。普通にと言ってもですね、意外と見てる方の中でもプラ板工作俺ちょっと実は苦手なんだよなっていう方結構多いと思うんですよね。そうですね、
箱の大きさもね、これ今画像のやつが、5cm×5cm のキューブ。これウェブさんのメモリ入りプラ版ですかね。そうですね、分かりやすくウェブさんのメモリ入りプラ版をカットして。そんなのあるんだ。そうなんですよ、目から鱗アイテムなんですよこれ、うん、でこれプラ版の厚みが今回 0.5 でやってるので、うんうん、初めにその出来上がりが 5cm×5cm×5cm になるためには 5cm×5cm の板を切り出せばいいわけじゃないじゃないですか、うん、なんでそこら辺も考えて、組み立てていく順番だったり、まあ、中にどういう風に補強を入れていったりとかするといいかという、うん、いや本当に基本的なお話になります、うん、はい、今日作ってきた箱ですけども、これ接着してないでここパカッて開きます。なんかかっこいいな、うん、かっこいい、ね、なんだろう、ちょっとこう中に住める感じの、うんうん、これ今日帰ってきてからというか、もう昨日飛行機で昨日飛行機で帰ってきて今日起きてからパカッと作ったんで、パカッと、はい、結構短時間で作られたってことですよね。なんで、まあ、簡単に説明すると、底板と天面が、5cm×5cm の正方形の板を作ってます。で、うんうんうん、それで、板を2タイプ作ってこう挟み込んでる感じになってます。まあちょっと図で描きましょうね、これね。多分断面わかんないんで。ちょっと描かれてる間に、はい、ちょっと細かく。すげーこれ。見えてますかね。こういう機構になってます。メモリとかをちょっとよく見ておいていただけると。この結構プラ板で角度を出して貼り合わせるっていうのって寸法大事ですよね。結構ね、今日はねサクッと作っちゃったんで、うん、ちょっとね表面もっと綺麗に処理するともっとピタッと合うんですけども、いや十分綺麗だと思いました。よく小学校だとかで寸法というか三角形を描いてみましょうとかやるじゃないですか、うんうんうん、それ結構大事かもしれないですね。そうなんだ、うん、よく船だとアクリルケース作ったりするときに板厚とか考えて内径考えるようになるんですけども、箱組もだいたいそれで、うん、今回これ上から見るとこれで全体でここが5センチのここが5センチなんですよ。まあミリで50ミリ50ミリですけども、で板の厚みが今回 0.5 なんですよ。で分かりやすくまあ 0.5 にしたんですけど、わざわざで、そうすると足したら1ミリなんで、この板を49ミリでカットすると、なので49ミリパターンと50ミリパターンを2枚2枚で作って、それを 50×50 で挟むって形で今回作ってます。はー、うん、結構 ね切り出すのが難しいって方いらっしゃると思うんです、いらっしゃってるんですけども、うん、バチピタでいきなり切り出さないですよね。やっぱり 49mm バシーンってやると、うん、加工してる間にそれ 48mm だとか 47mm になったりしますね。微妙に変わっちゃうんで。そうか、ミリ単位だから、うん、カッターって直角に入らないんで必ず、うん、斜めになるんですよ。そうかそうかそうか。ピーカッターとかなんてなおさらやっぱり切り代がありますから。ああなるほどな。包丁切りにやるんですよね。カッターでやるとね、こう断面がね、こう、そうかそうかそうか。こうなっちゃうんで、うんうん、で全部が全部綺麗にこうストンと切りたいところで切れないで、ここの部分なくなっちゃいますし、変な話。うんうんうん、ちょっとこう誤差が出ちゃうんで。ほんのちょっとちっちゃくなる。そこで50ミリにするとこの部分なくなっちゃう、ね。そうなんですよ。それが致命傷なんですよね。うん、ああそうか。そうなんですよ。歯のことまで考えるんだな、うん、なんでちょっと余裕持って、うん、ペーパー軽く当てれば修正できるんで、うん、母じゃちょっと大きめにカットする。そうですね、すり合わせは実際にすごいやってます。ペーパーでいけるんですか。いきますいきます、ペーパーでいきます。ウェーブさんの1ミリ単位でこう刻まれてるので、メモリね今回入ってるのを使用してるので、すごいまあ作るのは楽だったんですけども、目標になるところにこうちょっと印とかつけておけば、やりすぎるってこともありますし、すごいこんなものがあるんだ。なんで切ってるの。僕はあれですよ、普通にデザインナイフで触って繊維に、そうかデザインナイフもまた刃の形がね、まあ、ちょっと斜めになって V 字になっちゃうんで、デザイン型でさささって線に入れてパキッと折ることが多いですよ、うんうん、だいたいうちだとオルファの普通のカッターで、自分もそうですね、黒刃とかで金尺当ててスッてやって、やっぱパキッっていうのも多いですし、昔ね P カッターを使ったんだけど、 P カッターってかなり幅広くそうですね、ちゃんとそんなに分厚いプラじゃなければ切って折ればいいんで、うん、それこそ薄くやりたかったらタガネとか使ってシュッシュッってやって切っちゃうとかもありですけども、タガネだとねまっすぐ、そうなんですよ、断面がこうまっすぐ、うんうん、あ、そうなんだ、綺麗に置いてる。だいたい全部切り終わらずにやっぱりだいたい
途中で折っちゃいますよね。そうですね、まあ折っちゃっても処理に慣れてる方だったら、まあそれで合わせながら削っちゃいいんですけども、まあ結構その誤差が出ちゃうと箱組だと歪んだりもしちゃいますし、で今回こう中にいっぱい補強をこうやって入れてるじゃないですか、これでも実際足りないんですよ。今回見やすくするためにあの最低限入れてますけども、本当だったらこの49の幅の板を挟んだりとか中に桁を入れてあげないと、これこうやって持ったらたわんじゃうんで、大きな形のキューブ作りたかったら補強もしっかりしておかないと、いざ箱にしたはいいんですけど、その後のたわみだったりとかで結構形がいびつになっちゃうので、そこら辺はなんでこれも全部あの90度になるように分かりやすくこの三角形の板を作って当ててるんで、これ接着して強度も増してますし、ここも90度しっかり出してるんですよ。あのちゃんとこう接着してるつもりでも絶対溶かしながらこうなったりこうなったりするん で、で肉眼で分かんないとこでこうなってるのをそのまま信じて突き進むと、出来上がったらそうか歪んじゃったりとかする原因にはなるので、そうか、そうだから90度のこの角をこうしっかり差し込んで、今回まあ 0.5 でやってるんですけども、まあ、1ミリプラ板だったりするとそのこう挟むんじゃなくて全部こう当てていって4面こう当てていくっていう方法でも箱にできますし、あの45点削るんですか？いや削らないで、49.5、 そうですね、なんでまあこう当てていって全部こう当てていくって形になりますね。ここもなしか、ここはこうなって、なんでまあ、あそういうことか、全部こうやって当てるっていう方法もあります。まんじ型にこう組んでるんですね。でも意外と強そうな感じが、あとまあ 0.5 だとちょっと厳しいですけど、1ミリ以上とかだともう、あの目標サイズが5ミリ、あの 50だったとしても、もうはみ出したところを削っちゃうっていう場合もありますしね。そうそうそう、だからもしこれ同じの 0.3 で作りたかったら、あのガイドになるやつだけ1個作ったりして、あとははみ出しても当てにして、であとはもう現物合わせで削っていったりとか。でもそんなまっすぐ削れるもんなんですか？をまっすぐ削れるために中に補強を入れるんですよ。補強を入れないで柔らかくなっちゃうと削りながら押したらたわんじゃうんで。そうかそうか。でも上徳さんすごいですね、補強をそんな少ない。そう今回はね少なくしてますけど、本当はもっと入れます。で今三角入れてますけど、角材の角棒接着しちゃってもいいですし。ほー、なるほど、今回ねちょっと中見えるようにしたかったんで、三角形多めに使いましたけど、あとあれですよね、あの棒使うんだったら断面積小さくしたければ四角よりも三角の方が、そうですね、三角にしとくと四角をこうやって半分に切れば2つ作れるんで、だからこっちだけ必要だっていうふうに思っていても、もう片方もう一回もうリブとして分付けていっちゃえば、どん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 2倍2倍っていうふうになっていくんで、断面として四角よりも三角の方が、ね、強度出るんですよ。なるほど。今回もこれ2センチ×2センチの四角を半分にして三角作ってる全部。綺麗だな。あと 0.5 ミリぐらいがやっぱちょうどいいですよね。1ミリだと結構その寸法を出すのにも練習必要だったりしますけど、0.5 ミリだったらすぐあのなんていうか削れるので、あの正しく寸法が出せた 0.5 ミリ同士のものを貼り合わせて1ミリにしていった方が、初心者の場合は、あのいいと思います。計算もしやすいですもんね。結構ね、あの初めてやる方って2ミリのものを作りたいなと思ったら1ミリのものを貼り合わせてやろうとするんですけども、それで寸法が出なかったりするんですけども、遠回りに見えても 0.5 ミリで正しく寸法を出したものをやっていった方が確実です。なるほどな。直角をねどうやって出すんですかとかね質問来てますけど、まあある程度やっぱ慣れなんですよね、ここら辺は。なんであの例えばプラ板切るときに、さっき中村さんも言いましたけど、定規当てて一気にガッて切ろうとするんじゃなくて、筋をつけていって綺麗にやっていかないと、一気にグッてやるともう歪んでもなんでも刃が入っただけのものになっちゃうんで、そうですよね、どんどんギャーって曲がっていっちゃったりとか、なんである程度やっぱこう最初は綺麗に線を描くようにしていって、それをどんどん深くしていって、まあ、最後そのまま抜いちゃってもいいし、そこまでいかなくても薄くなったらパキッとなって断面見ながら軽くペーパー当てると、ちょっとこう飛び出てるとこ削ってあげれば綺麗になっていくんで、わー、なるほどな。普通かな、さあもうこう定規をちょっと厚みのある定規に、あの板当てて普通に三角定規とか当ててスッてやるだけ。あと定規はねアルミ製を
ぜひ買っていただきたい、うんうん、カナジャク系の方がカナジャクで、うん、プラ製はダメです。切れちゃったりするんですか？あのもう定規でメリッていっちゃうんで定規を切っちゃう。そうやっぱ切れちゃう、だってプラですもんね。そうか、金具がいい。ノギスがあるといいよね。ノギスがあるとノギスあると、うん、なお良いですね。あれだとこうこのノギスの間にこの部材を挟むと、あの隙間ができたりとか平行とか分かるんで、小さいやつだとね。なるほどな。そう、あの結構計測具系はね、プラ板工作とは相性がいいので、あのプラ板工作って箱作ったり以外に何作るんですか？え、模型作る模型、うん、何の模型を？で電車作ってましたよ昔。そうだからこれ箱にしてますけど、結局ここの面でこう線入れてバラして当てちゃえばちょっと複雑な面も作っていけるので、確かに確かに、そういう風に角を落としたりとかどんどんやっていけるようになれば、ここからどんどん複雑な形、うん、ちょっと微妙な角度ついたものとかも作れるようになるので、基本にそう、こういうちゃんと角度出してるものを定規として使うっていうのをやりますよ、うん、あのプラ板で、プラ板が定規になるんですよ。もうなんていうかな、30度だったり45度だったり60度だったりの、うん、もうプラ組めてるプラ板で角度を出してあげる、うん、そいつをこう裏に入れておいてプラ板組むじゃないですか、うんうん、でちょっと固まったなとかで抜けば、なるほどなるほど、角度出せるんで、そういうものを作ったりしますよプラ板で。そうか、ベースというか型、そうそうそう、ええ、うんうん、同じ作業二度とやらなくて済むんで、そうしたら複製できるわけだ。そう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 、うん、結構みんなやりますよね、うん、正しくできてるやつは。プラ板が制作がうまくできるようになるとまた幅が広がる、すごいはかどりますよね、うん、本当もうあんまこう真四角のこれを作ることはない。そう、これは全然自分も作んない絶対作んない、これは作ることないけど、これを応用してこういろんな形作ったりとか、うんうん、うわあ面白い。プラ板工作はね、あの覚えるとね結構いろいろ使いますよね、うん、余ります、余ります。そうなんですよ、これね、やっぱこの形の無垢のね、パッて削ったりとかするよりは全然これでやった方が楽ですし、結構なだいたい軽いしね、ドンキになりますよね、この重さのレジンとかだとね、軽いから軽量化できるしで、うん、意外とね、まあ、すごい基本的なお話ですけども、うん、まあこういう話からちょっとスタートしてみようかなと思って、うん、いや面白かった。こんな感じのだから、うん、なんでしょうね、うん、あの恥ずかしくてちょっと聞けない感じのやつとかももう説明してくれるんですよね、うん、なんかあのすごい小難しいテクニックじゃなくて、まあ、こういうところから聞きたい質問だったり、うん、これでどうすんのみたいなのを今後、うん、あのメールいただければ、うん、そうですね、はい、超得さんのコーナー、超得するあの模型制作テクニック講座の方にもぜひメールくださいませ、うん、ぜひぜひね、はい、わー、はい、ありがとうございました。面白かった、感じでした。さすが超特殊ですね、うん、しかもこうやってホワイトボードにさささってこう、ね、糸も簡単に、名前を文字って超特殊はね、もう幼稚園の後半から言われてるんで、ね、いやーやばい、さすが。そしていよいよ番組に、はい、そうですね、はい、これからいろいろなテクニックが、はい、ありがとうございました。ね、楽しみ、さらっと簡単な感じで、年間50回やるとして500分の、うん、あすごい DVD まとめろまとめろ、はい、期待できるかなと思います。はい、はい、それでは、今日もちょっと時間過ぎてしまいますけれども、はい、なんか告知事項などありますか？大丈夫、はい、大丈夫じゃない、なんかそう、はい、1個、明日、発売ですね、あれです、あれですあれです、どれです、あれです、あれです、あ、そうだ、ミスターモデリングソー、おー、はい、ノコギリだ、明日発売となります。まあ今言ってたあのプラ板工作もそうなんですけども、うん、あのやっぱり、組むだけじゃなくて改造をするあのモデラーの皆さんは切り刻んだりとかっていうのも非常に重要な工程だと思うんですけども、うん、このモデリングソーですね、刃の厚みが 0.2 ミリで、なおかつ、汎用鋼材が使われているので非常に頑丈になっています。でプラスですね、ちょっとあのこの柄の部分のお尻の方にちょっとオタマジャクシの尻尾みたいな丸いものがピロッてこうちょっと出てますよね、はい、これがですね実はあのなんていうかな、刃の、ガードになっていまして、これをグイッと回すと、刃のギザギザの部分が守られる、そんな構造になっていますので、王様がいる、家庭とかだとちょっとそのノコギリとか危ないので、取り扱えないっていう風に思われる方多いと思うんですけども、非常に頑丈なロック仕様になっているので、安全に持ち運びもいいね、じゃあね、持ち運びもいいですよ、うん、
今に糸の子作ってたけど使ってたけどこっち乗り換えようかな。ぜひ、結構あのこのセメント SP と大きさ見比べていただけると分かると思うんですけども、うんうん、あの刃の長さ刃当たりも結構ありますので、うんうん、あのもうすでにあの模型用のノコギリ持ってらっしゃる方々も結構多いと思うんですけれども、うん、もう一つですねこのモデリングソーを持っておくとちょっといろいろ重宝するんじゃないかなと思います。ブログの方にもですねちょっと書いたんですが、うん、これの売り行き次第ではいろんな買い場も発売されるんじゃないですか、各個担当団っていうことなので、はい、ぜひぜひ皆様にお求めいただきたいと思っています。刃は7センチぐらいですかね。そうですね、だいたい7センチぐらいだと思います、7、8センチぐらいですかね、はい、交換もできるね。刃の細かさは8の子で言うと何番ぐらいだろう。すみません、それはでも結構細かい方だと思うんですけど、うん、あとはあのこの、まあ、刃をよく見るとあの何ていうんですか、刃の背の部分にこう、うん、この補強材が入っているので、うん、よくノコを使っていてこう押し、まあ、押すときには力通常入れないんですけどもグニって曲がっちゃって、うんうんうん、でこうくねくねするじゃないですか、うん、そういったことも起こらないので、はい、何度ああいうのをダメにしたか、そうそう、ビヨン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 、そういうこともちゃんと配慮してあるんだ。はい、人の声で絶対良さそう。 お値段お高いんでしょ。ちょっとあのここであのカンペなしをこう言わせるのはどうかな。詳しくはグーグルで。グーグルの先生ですか。ウェブサイトにあるのでぜひウェブサイトのブックマークと一緒に合わせてご参照ください。そうですね、はい、はい、あとは告知ありますか。あ、ちょっとだけ。はい、あのこの間の週末あの九州ホビー祭りにモデリウム参加してきまして、たくさんの方来ていただいて、まあ、九州初の本格イベントって感じだったのかな。あ、そうですね、エプロン着けるの忘れてた、うん、超徳さんのコーナーにはモデリウムのエプロンにしようと思って。びっくりした、何かうっかりしてた。その会場で、まだちょっと発売先なんですけども、うん、35分の1のガードレールセットを発表しました。ガードレール、ガードレール、ガードレール、はい、あれ作る事務です。そうです、あのガードレールの本体の板はジグになってて、万力で金属板を挟んでカットすると出来上がって、うん、で支柱と袖ビーム、端っこ袖ビームって言うんですけど、ね、袖ビーム、あれはパーツで付いてくるんで、道路の脇にこう設置したらあのガードレールですよ、ね、そうです、普通の規格品のガードレールです。あれはね、欲しいっす。そうで、あの基本セットはジグと支柱と袖ビームなんですけども、拡張セットは袖ビームと支柱だけでも販売するので、あの一回基本セット買ってジグを手に入れてもらえば、あとはもうこっちは本体作り放題で、増やしたかったら端っこと支柱は別売りしますよっていう感じでやりますので、はい、スケールが35分の1で発表してますけど、一応24も考えてます。はい、24、はい、あ、車用ですよね、うん、車用だ、またあれはいいよね、いいっすよね、ガードレール、トタンも出してくださいよ、すごいな、トタンも出してください、要望があればいろいろやります、いや、ありがとうございます、面白い、モデリウムよろしくお願いします。はい、という感じで、はい、こツール系出せるようでちょっと脅かされますね、はいはい、では以上ですかね。はい、はい、そうですね、はい、この番組では皆様からの普通オタ、そしてプラモデル制作の悩みを寄せいただく洗いざらい教えてクレオスへの投稿をお待ちしてます。それからね、洗い模型店オリジナルグッズのアイディアメール、そして超徳さんの超徳する模型制作テクニック講座へのメールなど募集してますのでね、はい、あのどんどこどんどこ送ってくださいよ、うん、はい、はい、番組にいてメッセージを読ませていただいた方には素敵なプレゼントをお送りさせていただきますので、必ず連絡用のメールアドレスをご記入ください、はい、ぜひぜひ、はい、それでは最後に大事なお知らせです。皆様、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。そして次回の配信決まってる、うん、いつでしたっけ。2月の20日です。20日、yeah. Yeah. 火曜日、火曜日です、火曜日、はい、板についてきましたね、火曜日、火曜日、火曜日最近火曜日多いよ。2月の20日です、うん、ね、ぜひ見てください。あ、さすがアメリカ帰りです。あ、そう、あ、そう、アメリカ帰り、フェニックスの来たんですね、はい、陽光帰り、はい、じゃ締めます、はい、この番組は GSI クレオスホビー部と RRJ の提供でお送りしました、うん、それではまた見てくれます、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、次は2月の20日です、ワンフェス後、お、5です、5です、前は無理、前は無理、5です、許して、2月20日火曜日です。